登れない。はい、本日のセクシーシーンですよ、これ。セクシーシーン。本日のセクシーシーンをお送りしております。すごい数になってますね。さっきより増えてるような気がするんですけど、わら。でも今はチーム組んで今にいたんですよね。そうそう、マイクロはね、今は完全に大きくなりましたね。さっきより増えてますよ、ガンガン増えてますよ。どこまで増えるかなって感じですね。セクシーわらわら。ただここでじゃあこのどこでしょうか、わらわら。このね、島に牛を解放したところでどうにもならんので、ぜひですね、次やりたいのはこれを本拠地の方向をですね、本拠地を見つけたいんですよね。グリーパーの出番じゃん。本拠地を見つけたいんですよ。なんか規則性に正しく沿って右に行ってまっすぐ行ってきてみたいな感じじゃないんで、私はとりあえず直感の赴くままにこっちじゃねみたいな感じで来てるんで、戻れないんですよね。いや、元来た道に戻りますけど、ただ陸地で行かないと陸地つながりにしたいんで、まあそこでイカダですよ。見つけるんですね、わらわら。そう、牛の会場大移動が見たいっく。ね、いや、まずは本拠地の方向まで。モンハンはいいですね、自分の一番です。そう、モンハンはね、非常にいいですね。だからカプコンは日本の中でカプコンは非常にですね、いいゲームを作る会社だと思います。まあ一時期いろいろ叩かれましたけども、まあ、100作ってる1つや2つはですね、ダサ作は出ますから。人間カプコンはいいゲームを作ってると思います。ただそのカプコンがですね、今知ってますか、買収の危機にあるんですよ。日本のカプコンじゃなくなりますからね。そのうちになりますよ。多分中国テンセンスカプコンとかになります、おそらく。今唯一カプコンは海外から目をつけられてるブランドです。それぐらいですね、実はカプコンは優秀なゲームを作ってる感じですね。ただ、まあ、買収されれば逆にもう日本のなんか日本の市場から離れるから、それはそれでありかなって気はしてるんですけどね。もう鶏のところにも出れないの？もう鶏のところには出れるんですけど、相当地下を行かなきゃいけないんで、私は地上で行きたいわけですよ。ただしね、これを開拓するにはちょっと労力がいい。カプコンはなくならないですよ。あるんですけれども、ただどっか親会社がどっかにできるんじゃないかなって話ですね。なんか売上をいくらいに考える企業じゃないですよね。うん。観光って観光。元宝は観光ですね。ただ一時期オンラインゲームで韓国はすごくなったんですけど、今ちょっと韓国自体が落ちてきて、中国が台頭してきますね。中国ですよ、今は。ゲーム業界では。エンダーマンが、ちょっと砂漠はね、なんとなくは、雰囲気が分かったんで、とりあえずね、行けるところまで行きましょう、これで、イカダで。まあ、ただね、まあね、あんま難しいややこしい話は考えなくていいです。まず最初は。ただ目の前のいろんな食べ物を食べてみてくださいと。で、美味しい、まずい、美味しい中でもより美味しいとかあるんで、ただ、食わず嫌いはもったいないので、洋芸っていうのはなかなかね、一般的なお店では出てないんですよ。例えばそこのファミレスで出てるような品物ではないので、
私がこんな予言あるよと、こんな料理もありますよってどんどん提供するんで、まあちょっと食べてみてくださいなと。で、面白ければ、ああ、じゃあ韓国、料理料理店通おうかみたいな感じに なってね、それで予言が増えていけばいいと思うんで、だ最初はいろいろ食べてみてください。こうやればちょっと地下が見えるな。やべやべやべ、どこだこれ。まあ、とりあえずね、行けるとこまで行きましょう。もしかしたら自分の大陸に戻れるかもしれないですからね。今日は早めに寝ます。お疲れ様です。お、やっと来ましたね。さっきの場所でしょ。今日木曜日ですよ、木曜日。誰？まあ、どん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 吸収はされていくと思いますよ。本当はね、海外の企業に吸収とか合併してる、日本はね、割とそういうの嫌がるんで、しないんですけど、本当はもっとガンガン海外と一緒になればいいのにと私は思ってるみたいです。じゃないとこれ以上いいものは出てこないと思うんですよね、日本の中からは。これね、ちょこちょこね、灯台みたいな感じで作っておかないと、こうどこみたいになるんで、行ったか行ってないかのを判別するために作ります。まあこれね、島だったらぐるっと回ったら一周するわけですよ。おまりにしときゃいいんだよ。そうそう、また砂漠があるんですけど、これなんだあれ、さっき通ったとこ。おい、イカちゃんかよ、びっくりさせんなよ。あれ、また砂漠。じゃあじゃあじゃあ、来たことを分かるようにしとかないと。けど買収された側の社員が不利になる状況が多いですな。こっちに代わりがいるから、君はこの仕事して、俺はずっとこの作業だけをやっていたのに、こんなことできねえよって感じで辞めていく人は少なくないですね。そうですね。お、ついにかぼちゃやった。動画全般で話したカボチャがこんなレアなところに。あ、壊れちゃった。しかも超不景、超不景、超不景、超不景。やったー、カボチャゲット。おし、あれ、カボチャってこれこういうものなの？え、育成できるもんじゃないの？違うのか。サトウブカボチャってスタミナどれぐらいになるのかな。わらけいわらけい。カボチャ違うのか、育成できるのかと思ったら、ちょっとかっこいいですね。今読み込みが超入ってる感じです。買収はね、結局買収されるっていうことは、二通りの買収の種類があって、カプコンみたいのは、あ、この会社は美味しいねっていうんで買収されるパターンと、あとは、あ、完全にこの会社傾いてるんで、拾ってくれませんかっていうパターンが大体主ですね。まあ、だけど最近は拾ってくれませんかっていうパターンはほとんどないですね。エンダーマンが来てるよ。やっちゃう？よし、あいつ一匹ぐらいだったら。戦いだ。
夜のエンダーマン。こや。オッケー。あぶねえ、あと一発で死ぬとこだった。ワープしない分夜の方がやりやすいかもしれない。で何も出さないのか。しょぼいな。そこはなんか出してほしかったぜ。でボートが壊れちゃったんでね。あと2個しかないからね。エンダーマン笑ってやがったわら。怖い怖い。ちょっとここで回復待ち。いやー海の中ね、潜水艦が欲しいね。海は怖いんですよ。私は怖い、海は怖い方なんですけど、潜ってなんか安全だったら、安全っていうか死ねないのだったら潜ってみてみたい。海怖いっすよ。やっぱ島ですね。大きな島。内輪をアウトインアウトでね、行けばね、アウトインアウトで行けば大丈夫。アウトインアウトを攻めればね、ちょっと持って入れないですね。しばらくはやんないです。あれは MOD モッズに関してはある程度ね、目処が立ってからですね。そのモッズの種類によってゲーム性を崩壊させてしまうものってのもやっぱあるので、これさ、あれさっきのとこでしょ。あれ一周してきた、一周してきたね。この島が全容が見えてきたか。いや違う違う、あれはさっきのとこは別。なんか砂漠はこういう建造物があるんですね。おやすみわら。昨日はもう寝る。寝てら。なんか何箇所があるんですね。このさっきの。あれまた別なのがある。また別のとこですね。ゲーム崩壊しますよ。ね。だからゲーム性が変わっちゃうんで。あ、オアシスだ。オアシスだけどなんか。想像してたのと違う。何があったわら。ゲームというか地形。オアシスなんかちょっと違うな。まあだけど自然のオアシスならそんなもんか。でここどっちか。今日寝たら8月12日まで寝ることになっちゃう、うん、あ、そういうことね。じゃあおやすみなさいですな。あ、砂漠はね、見渡しがいいからね、ありがたい。冬打ちクリーパーが来ないんで。ジャングルはね、冬打ちクリーパー、おかわりマシマシですよ。冬打ちクリーパーマシマシなんでね、あんまりマシマシされたくないですね。これボートで行った方が早いですね。